デルタ3、15秒についてお話ししていきます。ポイントは3つです。まずは肘を立てて二等辺三角形を作りましょう。2つ目は足を開くこと、そして3つ目は手を上げること。こうすることによって肩の筋肉も鍛えられ、そして脇腹にもより負荷がかかっていきます。15秒キープし終わったらゆっくりと元に戻して終了です。